ね、なんでゴジラが出てきたのか。これまでのゴジラは実は第一作を除いて全てゴジラが出てくる、特に東京に上陸するにはですね、理由があるんですね。それは一番つまんない理由としてはゴジラ対メガロのジェットジャガーが呼んだからっていうやつからですね、あのキングコング対ゴジラのゴジラの闘争本能でっていうですね、そういうしょうもない理由もあれば、あのなんだろう、それなり の理屈が通ってる、いわゆる84年ゴジラのですね、原子力発電所の放射能を吸収するためみたいなものもあるんですけれどもですね、今回のゴジラはですね、第一作のゴジラ並みに実は陸上に上がってくる理由が何にもないんですよね。普通に考えるとですね、博士が話したからだと思うんですよね。っていうのはアメリカでずっとそういう新生物の研究をやってた博士がいて、でプレジャーボートの中に靴が揃えて置いてあって自殺をほのめかせて、でなんだお別れの言葉っぽい、私は好きにした、お前たちも好きにしろみたいなことを書いていなくなって、でそれから上がってきたからゴジラの要塞みたいなものを持っていて、それを海に返したか、何かゴジラが生き返る、陸に上がるきっかけを作って、でそこでゴジラ復活に巻き込まれて死んだのか、もしくは自殺したんだろうなというふうに考えるんですけども、それだけだったらですね、あんまりすっきりしないんですよね。まず牧五郎博士という人の奥さんです。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。奥さんのですね、死んだ理由がはっきりしない、放射能障害で死んだというふうに言われるんですけども、牧五郎博士の年齢を考えると、その奥さんの放射能障害というのは原爆ではないんですよね、年齢的に考えても。で映画の中で言わないんですけども、これは普通に考えりゃ福島の事故だろうと、いわゆる原発事故だろうと、だからこそ政府に対して恨みを持つと言い方をするんですね。もし原爆で死んだんだったらアメリカに対して恨みを持つというセリフになるはずなんですよ。そうじゃなくて、政府に対して日本に対して恨みを持つという表現、そういうふうになっている限りにはですね、日本に対しての怒りなんですね。人間なんですよ、ゴジラの正体は。だからこそ理由もなく東京に上がってきて、自分の奥さんを殺した日本に対して復讐しようとして上がってきてるんですね。人間だからこそあのゴジラが東京を襲うシーンが悲しくなるんですよ。牧五郎博士が船の中に残した地図って何かというと、ゴジラの出現予想位置と日本に対して上陸する地図が書いてるんですよね。それは牧五郎博士の予言とか予想に見えるんですけども、そんなもの予言とか予想できるはずがないですよ、生物なら。そうじゃなくて、俺はこのルートで日本に上陸するよっていう宣言なんですよね。だからこそ人間だからこそあの映画は面白くて怖いんだと思うんです。矢口は実は自分のですね、政治的生命を本当に危険にさらしてですね、多分彼はかなりやばい状態なんですけども、戦ってですね、そしていろんな人を犠牲にした上で勝つんですね。それは本当言えばあの日3月11日にですね、日本政府がやらなきゃいけなかったことを矢口がやったからこそ、今回のゴジラ映画は人類の勝利として語られるお話になってます。岡田斗司夫の YouTube を見てくれてありがとうございます。ぜひ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 チャンネル登録よろしくお願いします。ではでは。